群発頭痛の本当の原因は内臓である。そしてその対処法について今日はお伝えしたいと思います。頭痛専門整体師勝見先生です。よろしくお願いします。さあ、皆さんね、群発頭痛悩んでる方ね、たくさんいらっしゃると思うんですけど、たくさんいると言ってもね、本当に統計ではですね、頭痛持ち、まあ、3000万人と4000万人と言われてますけど、そのうちのね、100分の1と言われてますね。全国で30万人と言われてますけどね。その群発頭痛の患者さんがですね、なかなか改善しない、もう大変でございます。でその場合ですね、まず治し方としてはですね、この首のここの筋肉ですね、ここを、押すと本当に対処法としては非常にいいんですけど、なかなかこれだけだとですね、それはいいんですけど、本当の原因であるとか治ってないということになります。で当院ではですね、その本当の原因では内臓をやってるんですが、まあ、それはまず置いといてですね、皆さんやっといていただきたいことがあるんですね。まず群発頭痛の場合はじゃあなぜ内臓が関係あるかというと、その内臓の中でも特にですね、胃ですね、胃と胃腸とですね、それから肝臓と腎臓になりますね。胃腸なんでね、群発に関係あるんだっていう感じすると思うんですけど、当院のデータを見るとですね、群発頭痛の患者さん、胃腸が非常に弱いです。でもう特徴的なのはね、酒飲みの方が本当に多いんですね。酒飲みの人が8割以上なんですけど、結局その頭が痛い環境になった、例えばですね、群発頭痛の方はあんまり天気関係ないんですけど、例えば明日から雨が降る、東京だとね、明日から雨が降るっていう時に、だいたい曇りの時とかに、頭が痛くなっちゃう方多いですけど、まあそういった環境になった時ですね、胃腸がやっぱり弱いとですね、免疫力低下しますね。免疫力低下することによってですね、頭が痛くなっちゃうような環境になった時に、そのまま頭痛が起きてしまうということになりますね。そのために胃腸を整えて、まあ人間の体、まあ動物もそうですけど、食べ物からできてますから、しっかりね、ご飯食べれて吸収して、頭痛の環境が来ても頭痛に負けない体にしておけばですね、群発頭痛、まあこれ群発頭痛に限らずね、片頭痛とか緊張型頭痛もね、そうなんですけどもね、対応できるかなと考えております。で当院ではその内臓の治療をね、メインにやって、実際群発のね、目の奥が痛いっていう場合はね、この首のところが非常に効くのでね、そこも調整して、最後に仕上げております。じゃあね、皆さんどうしたらいいか言うとね、まず本当にね、暴飲暴食は絶対ダメなんでね、気をつけてもらいたいと思います。あと塩辛いものね、これ僕群発頭痛の経験者としてはですね、ラーメンね、ラーメンはね、非常に次の日僕やっぱり何でしょう、塩分が多いからでしょうね、本当に なりやすくなるから、やっぱ気をつけてほしいなと思いますね。美味しいですけどね、僕も月1回ラーメン二郎行きますからラーメン二郎好きなんで行ってるんですけど、まあ、それでもね、本当にラーメンって月今は1回ぐらいですね。まあそういった形でね、ちょっと胃腸についてはね、十分気をつけていただければといいと思います。はい、そして、胃腸ですね、胃腸と、内臓全般に気をつける部分としては、まずミックスナッツを食べるとね、非常にいいですね。くるみです、くるみね、くるみありますでしょ。でくるみはね、この形が頭のこうね、脳みそみたいな形してますね。であれを食べるとね、非常に、脳にいい感じがしますね。本当にこれ僕の頭痛体験ね、経験者からでがね、思いついた、もうこれはね、僕のオリジナルの理論なんですけど、くるみですね、こうね、もう形も食べるというね、ことが一つですね。もう一つは、あとアーモンドです。アーモンドは本当にね、この肝臓そのままなんでね、肝臓に似てるので、もうアーモンドそのまま食べると、肝臓に強いんじゃないかと、肝臓にいいんじゃないかということですね。それから、3つ目はカシュナッツ。カシュナッツってね、こうなんかそら豆みたいな形してるんですけど、あれこの腎臓ですね、腎臓に効きますね、なのでこの 3つをね、ぜひ、胃腸とね、群発に負けない体にするためにね、取っていただければいいと思いますね。ぜひやってみてください、ね。で、他に運動とかね、いろいろあるんですけども、まずね、内臓をね、実際整えてもらってですね、まあ主義の上ではそれはやりますけどもね、自宅でもね、ぜひ内臓のケア、暴飲暴食しないっていうのをね、気をつけていただければと思います。はい、それではですね、最後にですね、群発頭痛のセルフケアについてね、お伝えという
お伝えしたいと思います。まあ、これ他の動画にも、ね、出してあるんですけども、まず群発頭痛の場合はですね、この首の筋肉ね、この首の筋肉、ここの筋肉やっぱ押すと太もくので、場所的にはですね、このここですね、ここ1、2、3、1、2、3、この3箇所をですね、自分の親指を使いますね、親指で使ってってね、こういうのを押していきますね。この時に約7秒から10秒ですね、ゆっくり押していきますね。はい、1、2、3、4、5、6、7、はい、1、2、3、4、5、6、7、はい、こういう感じですね。はい、次1、2、3、4、5、6、7、この押している時に頭の目の奥とかにズーンってうわなんか来るなーってきた場合はそこがツボになってます、ね、ツボになってますね。じゃあ次反対を押します。まあこの右側が痛い方はやっぱこっち側がメイン痛くなりますね。左が痛い人はこっち側が痛くなりますけども、ね、ここ押していきますね。はい、左もいきますね。同じようにこう指の腹使って、はい、1、2、3、4、5、6、7、はい、次下、はい、1、2、3、4、5、6、7、そうするとここにズーンときます。目の奥ね、来た場合はここは原因とこになりますね。はい、次3つ目、1、2、3、4、5、6、7、はい、以上になります。まあ、大体6箇所ぐらいと言ってます。実際現場ではですね、10箇所とか20箇所とか押したりするんですけど、あまりやりすぎるとね、かえって痛めてしまうので、まあ、ご飯とかと一緒ですね、もうちょっとやろうかなっていうぐらいで止めといたらね、いいかと思いますね。まあ、これ実際現場でもやるんですけどね、皆さんの、日常生活ですね、群発の方はですね、ぜひ、やってみてくださいね。胃腸を大切にするのとですね、セルフケアの場合はこの3つが、この今の3箇所ずつですね、これがとても有効的なのでね、ぜひやってみてください。概要欄にですね、実際目の奥の、これもずいぶん5年ぐらい前に出した動画なんですけど、この目の奥が痛いタイプの頭痛のセルフケアを挙げてありますので、概要欄にちょっと載せておきますね。はい、ではありがとうございました。チャンネル登録とね、いいねぜひお願いいたします。ではまたお会いしましょう。